皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーはですね、映画チラシ福袋の第54回目、洋画の師団の2回目ということになります。よろしくお願いします。はい、で、まあ、ここにね、ちょっとゴジラが乗っかってますけども、ちょっとね、なんかピントはね、デジカメで今撮ってるんですけど、どうもピントがちょっと狂いやすいので、これを置いてちょっとピント調整をしております。はい。で、ですね、まあ、このコーナーね、初めての方はですね、ちょっとなんだろうと思われるかと思うんですけども、映画館に行かれまして、で、まあ、次回作ということで、チラシをね、ご覧になると思うんですけども、まあ、その際ですね、タイトル、キャスト、あらすじというふうにご覧になると思うんですが、まあ、そんな感覚で見ていただければな、というコーナーです。で、まあ、50音一巡しまして、今2巡目に、まあ、入ってるんですけども、まあ、基本的に旧作が多いですので、DVD、ブルーレイ、サブスク等の鑑賞のご参考にしていただけたらなということです。ネタバレは ありませんので、チラシに書かれている程度と、あとは、まあ、豆知識的なことをね、添えているという、まあ、そんなコーナーになります。はい。というわけで、日本公開時のタイトルが死または字から始まる洋画作品ということですけども、何か頭に浮かばれてるでしょうか。5作品持ってきました。5作品ね。はい。それではね、行きたいと思います。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。ピントがね、合えばいいんですけどね。ちょっと待って、ダダンと。はい。1作目はですね、まあ、1本目はこちらにしました。はい。ちょっと入りきってませんかね、画面がね。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと上げましょうか。ちょっと、カメラが動きます。すいません。よいしょ。こう、よいしょ。このぐらいで、で、カメラを動かしますね。よいしょ。はい。まあね、もうこういうところも余すところなくお見せするのが私のチャンネルですので、お付き合いいただけたらと思います。はい。ということでですね、一作目はこちら、シルバラードですね。はい。まあ私がまあ今40半ばですけども、もう幼少の頃から見てきてるこの映画、そしてそのテーマの中で、まあジャンルで、ね、大きなジャンルになります、その西部劇という作品の中で、私の中ではもう上位、何本の指にかに入るという一本ですね。うん、まあ爽快感という意味ではもうこれが抜群かもしれませんね。そして音楽、そしてストーリー、役者陣、もうね、最高です。はい。もうね、どう言えばいいですかね。痛快アドベンチャー西部劇っていう感じでしょうかね。はい。まあ、たまたま雪吊りで出会ったですね、4人の男と。まあ、うち2人は兄弟なんですけど、その人たちがですね、それぞれがある思惑、って言っても悪い意味じゃないんですけども、それぞれが心に決めた、ある、こう、達成しよう、成し遂げようといういろんな思いがあるわけですね。まあそんな中で、4人が結束していくというお話なんですけどもですね。キャラが立ってるというのとですね、もうストーリーがいいっていうのも話になるんですけども、ちょっとね、見ていただこうと思いますけどね。はい。これですね。危険な土地、無法の時代、正義に命をかけて今挑むビッグファイター4ということですね。はい。で、どの絵がどの方かというのお分かりですかね、パッと見てね。はい。ケビン・クラインさんですね。そしてスコット・グレンさん、ダニー・グローバーさん、さあこれは一体誰っていうね、この3人はね、なんか顔がねすごく似てるんですけどね、この人だけねちょっとんっていう感じなんですけど、でも誰が演じてたかを聞かれたらびっくりされると思いますよ。さあ行こう、興奮痛快アドベンチャーの世界へっていうね、ダダンと、その4人のうちの顔が分からなかった1人はなんとケビン・コスナーさんですね。しかももう若いこの中では一番若いんですよね。はい。ということなんですけども、まあ、1986年の映画なんですね。ショーダウン、決闘、ガンファイト、
チェイス追跡、スタンピード大暴走、フレンドシップ友情、底知れぬ凄さを、娯楽要素の全てを大画面にぶち込んだっていうね。で、監督がですね、まあ脚本もなんですけども、スターウォーズレイダースのローレンス・カスダンさんということでですね、それはもう面白くないわけがないっていうね。はい。で、あらすじですけども、荒野のただ中に浮かぶ街シルバラードへ向けて、目的も意識も違う4人の男が馬を急がせる。悪のしがらみを断ち切ろうとする西部の流れ者、ペイドン、5年前の因縁の対決にケリをつけようとするカウボーイエメットと、早打ちを誇るその弟ジェイク、さらには解放後の西部でその生き方を模索する黒人ガンマンのマル、熱い友情に結ばれ共に旅する4人の男が見出した共通の敵、それはシルバラードを牛耳る悪徳保安官と横暴牧場主と、張り裂ける愛と怒りを胸に男たちは今壮絶なガンファイトに挑むっていうねことなんですけど、オープニングからね結構ねびっくりしますよ。いきなりの展開なんでね。はい、殺戮のバトルゾーンで今4人の男たちが出会った。あんまりこの映画にね殺戮という文字はなんか合わない気がしますけどもね。まあそれはね、誰かが死ぬというもんではあるんですけどね、拳銃を使う限りはね。さてですよ、このねもう出演陣が素晴らしいんですよ。まずこのケビン・クラインさんですね、ペイドン役、狙撃静かにそして確実に、荒野に生まれバーを何よりも愛する孤独のヒーロー。このケビン・クラインさんというとですね、例えばワンダとダイヤと優しいやつらとか、乙女座殺人事件、フレンチキス、他にもそうですね、ワイルドウエストでしたっけ、とか、もう恋愛ものからコメディからドラマからも何でもござるの方です。いい役者さんですよね。あ、五線譜のラブレターとかね。そして、エメット役、スコット・グレン。この方がね、もうね、もう大好きですね。かっこいいんですよ。まあ、羊たちの沈黙で FBI の捜査官だったりですけど、レッド・オクトーバー・オーエとかね。主役を張ることはあまりないんですけど、もう、この影をこう支えるという意味ではね、もう素晴らしいかっこよさですね。劇者、早打ちサウスポー。友情を何よりも大切にする不死身のリーダー。レッドオクトーバー追えではアメリカ側の潜水艦の艦長なんですけどね、ショーン・コネリーばかりが目立ちますけどね、この人もかっこいいです。この人がですね、スパイドラマというか、まあ、海外ドラマだと思うんですけど、寒い国から来たスパイだったかな、寒い国から帰ったスパイじゃなくて、寒い国から来たスパイ、え、いや待てよ、だったかな。なんかね、そんなようなタイトルの、スパイものがあってね、それも良かったですよ。そして、ケビン・コスナーということで、鮮やか、抜く手も見せぬダブルガン、底抜けに陽気で子供が大好きなエメットの実弟とありますけど、もうね、とにかく底抜けに明るいっていう役なんですよ。それがまたね、もうケビン・コスナーさんのね、見た目は渋く男前なのに、立ち振る舞いがそういう様子っていうかね、これがなんかね、こう、ワクワク感をそそる役ですね。そして、マル、ダニー・グローバーっていうと、そうですね、やっぱりリーサル・ウェポンになるのかな、メル・ギブソンと共演のね。で、あとは、刑事ジョン・ブック、目撃者もそうかな。百発百中、必殺ライフルガン、愛する父親を殺害され、復讐に燃えるタフネスガイとありますけどね。まあ、ぜひね、この音楽だけでもね、まず聴いてほしいと思いますね。素晴らしいです。もう、ブルース・ブロートンだったかな？はい。もうね、印象に残る、旋律なんですよ。ぜひご覧になってくださいね。ちょっとかなり喋ってしまいましたね。はい。すいません。さて、じゃあ次行きましょう。次はですね、よいしょ。こちらですね。行きますよ。ドン。はい、こちら。というわけで、シェーンですね。シェーン。まあ西部劇は続きますけども、まあやはりまあ西部劇を語る上では、まあアメリカ製西部劇ですね。ただ上でやっぱシェーンは外せないのかなというところですね。アラン・ラッドの出世作であり、まあ私の一映画ファンの視点からすると、もうこのシェーンばかりが語られる方かな。
他にも、まあ、戦争ものも多くされたんですけどね、どうしてもやっぱりこのシェーンの印象が強い。しかも1953年の映画かな、なんでね、まあ、この映画の中では敵役になるこのジャック・パランスさんがね、また印象的な役ですしね、非常に、有名ですけど、音楽もいいしね。で、これはリバイバルのチラシですけども、ワイオミングの、ですね、ワイオミングの高原に開拓民として住み着いているスターレット家があったと。親子3人の平和な毎日だった。ある日一人の流れ者が一杯の水を求めてやってきた。物腰の静かさと暗い影を持つ不思議な男だった。シェーンという名のその男は家族の勧めでしばらく同居することになった。ガンをすきやくわに持ち替えた毎日が過ぎていったが、スターレットの息子ジョーイ少年はこの拳銃使いに強い憧れと興味を抱いていたということですね。で、まあ、ただそこにはですね、ね、このあるライカー一味というね、こう、まあ、これは絡んでくるわけですね。さあ、どう立ち振る舞うかという話なんですよね。まあ、やっぱり絵になる、ね、切り取っても絵になるような作品だったような記憶はありますし、まあ、ある意味生き様ですしね。まあ、有名なシーンもあって、まあ、もうなんかね、もう結末はもうあまりにも有名すぎて、ちょっと隠しようもないぐらい有名ですけどもね。コメディーにされることもありますけどもね。はい、シェーンですね。さて、3作目はですね、こちらにしました。はい、ジャンゴつながれざる者ということで、クエンティン・タランティーノ監督脚本の、まあ、西部劇なんですが、アメリカ製なんだけども、このタランティーノ監督がマカロニウエスタン、まあ、アメリカではスパゲッティウエスタンっていう風な言い方をされてるはずですけども、がお好きということで、現代に蘇らしたわけですね。しかも敵あだきこの敵役が、ディカプリオっていうね、ということなんですけども、主演はジェイミー・フォックスと。でこの映画、まあ、まあ、後にしましょうかね。これがワイルドで書いてますけども、ピンと合いますかね。元奴隷ジャンゴを助けた謎の歯科医師、シュルツですね。歯科医。二人が目指すのはその1、冷酷非情な奴隷商人を倒す。その2、ジャンゴの妻を奪還するということですね。で、まあ、これが主要キャラなわけですね。ここがコンビなわけですね。はい。そして、ジェイミー・ホックスの妻、ジャンゴの妻なんですね。そして、仇役。そして、そこにいる、なぜか自分も黒人なのに、黒人を嫌う男と、羊なんですね。という、まあ、話ですけど、まあ、この映画の評価っていうのは分かれたんじゃないかな、というふうに思いますね。で、まあ、私はですね、なんだろうな、タランティーノ監督の作品だと思って見てるので、全然そこに違和感はなかったし、で、この中で特にやっぱりこう、この人の演技が光ったなと思ったのは、やっぱこの方です。クリストフ・バルツさんですかね、の、シュルツというこの人ですよ。この人の演技はいいですね。名前忘れてしまった。ブラピとか、出てる映画なんですよ。の戦争映画。イングロリアスバスターズかな？はい。の中での演技がもう良かったし。で、スペクターですよね。007のスペクターも出てるし。いい演技されますよ。まあ、この映画の中でやっぱ一番光ってたんじゃないかなと私は思いますね。はい。で、南北戦争勃発直前のアメリカ南部、奴隷のジャンゴが元歯科医に銃の手ほどきを受け、賞金稼ぎで荒稼ぎと、へんてこなコンビが涼しい顔をしてお尋ね者を次々殺しまくる。ジャンゴの目的はただ一つ、彼の自由と妻ブルームヒルダを奪った白人に復讐し妻を取り戻すこと。妻が農園の領主ムッシュ・キャシディのもとに、いることを突き止めたジャンゴだが、キャンディは奴隷たちを鍛え上げ互いに戦わせて楽しむ極悪人だった。妻を取り戻すための生きるか死ぬかの壮絶な戦いが始まるということですね。で、音楽も確か様々なマカロニウエスタンのそのイタリア西部劇の曲を
確か使った分もあったんじゃないかなと記憶してるんですけどね。もう10年前の映画ですね。はい。というわけで、3作目はジャンゴ繋がれざるものですね。ここまでずっとね、西部劇が続いてますけどね。さて、続きまして4作目なんですけども、4作目はねこれにしました。これはご存知の方どのぐらいいらっしゃいますかね。シェイクダウンっていう映画なんですけどね、ものすごく面白いですよこれ。もうこれもね父と見たんですよ。なんてこう色っぽいという言い方が今やったら合うのかもしれません。子供心にはなんてかっこいい男たちだろうっていう、そんな感じでしたね。主演は、ピーター・ウェラーなんですよ。ピーター・ウェラーっていうとロボコップのあの方なんですね。ロボコップの後に出たのでどうしても代表作は、ロボコップと言われるんですけど、私はねピーター・ウェラーの代表作はこれと言ってもいいんじゃないかなと思ってます。はい、それぐらいというか面白かったです。この二人、弾けてるって書いてますよね。はい。そしてニューヨークの夜を支配する巨大なシンジケートにマグナム片手に、乗り込む凄腕2人、法が許しても俺たちが許さないってね。で、共演がサム・エリオットってことでね、マスクの方ですね。あ、マスクと言ってもマスク違いなんで、映画のねちょっと調べてみてください。でね、スピード感もあるし、音楽もかっこよかったし、1988年ですね。はい。で、そうですね。で、まあ、ピーター・ウェラーは何者かっていうとね、実は刑事じゃないんですよ、これね。ピーター・ウェラー、このシェイクダウンでは、殺人容疑で捕らわれた無実の麻薬売人を救うべく、ニューヨークの夜を支配する巨大な悪のシンジケート、NC に、挑む正義派弁護士なんですね。ローランド・ダルトンを熱演している。共演はマスク等で知られる渋いタフガイ、サム・エリオットですね。NC と癒着している警察内部の謎の組織ブルージーンコップスの正体をピーター・ウェラーと共に暴くはみ出しデカ、リッチー・マークスを演じるということですね。はい。で、まあなんかね、一応実話に基づいたとか一部あるみたいな、それなんですよね。それをインスパイアしたっていう言い方がいいんでしょうかね。この物語はマンハッタンのセントラルパークで起こった麻薬売人とおとり捜査中の警官とが打ち合うという事件の記事を読んだ、グリッケンハウスが自ら思想を操作して脚本を書き上げたものである。おとり捜査中のはずだった警官が麻薬によって自分が分からなくなっていた。黒人嫌いだった警官はいきなり拳銃を抜き売人に向けて撃った。売人は正当防衛のために警官を撃ち、その結果警官が死んだ。この不可解な事件をニューヨークの夜にはびこる悪のシンジケートと警察内部の癒着という背景にまで広げ、自分の前にぶら下げていた輝かしい将来への切符を捨ててまでも組織に挑む熱血弁護士と、自らの刑事生命をかけてまでも彼を助けるデカとの勇気と友情の物語にしたところに、グリッケンハウスらしい本格派アクション映画の醍醐味を感じさせてくれるのである。で、そうそう。で、この、まあ、私、詳しく言うことは分かりませんが、地味編ですよね。ジミー・ヘンドリックスの名曲「パープル・ヘイズ」も小気味悪いとね。もうね、だから私小学生だったんですよ。で、小学生ながらに大人のかっこよさを見たと思ったのが、やっぱこの映画がね、やっぱ最初と言ってもいいぐらいの感じでしたね。これメディアはビデオは間違いなく出てるんですけど、テレビ放映もされたんですけど、 DVD ブルーレイになってるのか、はたまたそのサブスクにあるのかもちょっとわからないんですけど、ぜひね調べてみてください。本当に面白いです、シェイクダウン。はい、かっこいいです。さて、じゃあ最後ですね。最後はですねこれにしました。ダンと、はい、有名作品、有名シリーズの第一作ですね、ジュマンジですね。はい。まあ簡単に言えばですね、あるジュマンジというですね、ボードゲームがあって、それを始めたが最後、その目に出たことが現実に起こるという、まあ恐ろしいボードゲームにまつわるお話ですね。で、主演がロビン・ウィリアムズと。ロビン・ウィリアムズになってますね。ロビン・ウィリアムズさんは、まあね、ちょっと、残念な、お亡くなり方でしたけども、でもね、様々な映画で、やっぱり、たくさんの夢や希望とかを、伝えてくれた方かな。で、言えば、どこにでもいる平凡な男という意味での、
演技っていうところではね、やっぱりすごい方だったんじゃないかな。だからその前トム・ハンクスさんもそうですしね。だからこの映画ではちょっとこうコミカルさもあって、そこがねやっぱこのキャスティングの妙だったんじゃないかなとは思いますね。はい。あらすじとしてはここですね。その映画の名はジュマンジ。これはゲーム上のことが全て現実となりプレイヤーに襲いかかるというミステリアスな力を秘めたアドベンチャーゲームの名前である。ボードゲームなんですね。例えばダイスを振る、コマが勝手に動き出し、ゲーム盤の中央に次のような言葉が現れる。雷ではない。落ち着いているととんでもないことになる。プレイヤーたちは何が起きるのか全くわからない。すると突然サイやゾウの大群が部屋の壁をぶち抜いて襲いかかってくるのである。こんな想像を絶する出来事が次々巻き起こり、ハラハラドキドキの104分間がスクリーンを飛び出す勢いで繰り広げられる。点点点。ね。ロビー・ウィリアムズは一体何者なのかというところを意識しながら見ていただくと、まあそれはそれで面白いかなというまたね映画ですし、でこの後、作品が結構続くんですよね。うん、そのあたりもずっとこうシリーズものとして見ていただくのも面白いかなと思いますしね。はい、というわけでジュマンジでしたね。はい、というわけでちょっとね今回はもうシルバラードに最初ちょっと力が入ってしまいましたけども。これだけの作品をねちょっとご紹介しました。いかがでしたでしょうかね。ご存知の作品も多かったでしょうかね。はい、というわけで、はい、ぜひねまた鑑賞のご参考になさってください。まあ、こんな感じであの映画チラシ袋っていうのをずっとやってますので、あと変形版映画チラシ袋というのもやってますし、他にもまあいろいろやってますんで、あのマクガイバーの小部屋と入れてみてください。もしくは映画チラシ福袋と入れていただいたら様々出てくると思います。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい、あと私のチャンネルは毎日投稿しております。基本は夕方のですね、5時30分、17時30分からに投稿しております。また目的がありまして台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますので、お聞き苦しい点等ありやもしれませんが、まあ、ライブ感をお楽しみいただけたらなと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。